眠れないのか。うん。クラウドも？足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。あ、やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。どうして？あ、夢か。さて、どうでしょう。無事なのか。この通り。私、子供の頃シンラにいたの。うん、エルミナから聞いた。そっか、だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか。それは意地悪。エルミナも心配している。も？クラウドも？当たり前だ。心配かけてごめん。あれは？人は必ず死ぬだろうな。だから正しく、ちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。
と会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。休めるときに休んどけよ。あんたこそ。俺はいいんだよ、頑丈だからな。目をつぶるといろいろ思い出しちまってな。アバランチによ、フィンっていう悪ガキがいてな、何を任せてもすぐにサボろうとするやつだ。ただ絵を描くのだけは好きだよ。トンネルにスタンプの絵があったろ。あれを描いたのがフィンさ。情報収集担当にあるってやつがいてな、あちこちからパスコードを入手してくるやり手なんだが、こいつが色男でよ、気に入った子を見つけたらすぐに渡せるようにいつも花を隠し持ってんだよ。もしかしたらここで買ってたのかもな。そりゃ一度ティファに手を出そうとしてこっぴどくやられてたな。だろうな。資材調達担当のネリーはジェシーとコンビを組むことが多くてよ、よく姉妹と間違われるんだと。二人とも似てないのにって文句を言いながら嬉しそうに笑ってたな。ま、あいつらなら大丈夫さ。全員俺に似てしぶてえからな。エアリスを助けた後で紹介してやるよ。楽しみだ。お前相手だってのに話したらすっきりしたぜ。眠れそうか。もうグースかピーだ。あんたには世話になり